ところがその T43 っていうのは強度が非常に弱くて、航続距離を伸ばすために無理してるもんですから、空中分解するわけですね。それから空中分解するだけならいいんですけど、速度が出ない。T-17戦と同じぐらいなんです。それは何にもならないということで、放置されておったんですが、特に航空部ではこれに対して一番反対しとった旧戦法の人が加藤仙台長だったんです。そこで、この開戦の年の4月に正式採用に決まったんで、加藤部隊これを飛行機を回すと、反対しているところを回してます。そこで非常に苦慮しましてですね、そして清水中佐っていう方と頼文雄隊、この2人が私の関東におりました時に、確か16年の5月18日頃と思います、加藤部隊長を訪ねてこられまして、実はこういうことで正式に決まったんだという話をしたわけです。で、心配しながら話しましたところが、加藤部隊長が、より君、私が航空部でいた時はより良い飛行機を作ろうということで、なんとかならんかと思って反対をしたんだけれども、もう正式に決まった以上は、これはこの飛行機をどうやって作戦に使うかということが一番大切なんで、心配しないでくれ、加藤が必ずこれをものにしてみせるからということを言われたらしい。何一つも文句言われなかったらしい。俗に言う、こう、客の入るところですね、そこの鳩胸のところが、そこにこう小指が入るようなこう亀裂があるんですね。ここであんま大尉に、これは何ですか、こんなのどこからあるんですかと、冗談じゃない、こんなのあるわけないじゃないかというわけです。それからビブの方を回ってみましたら、こう動かすとガタガタ動くということで、病が緩んでるというような格好で、これ大変な飛行機なんですね。それでもう私の、もうこういう飛行機にこれ乗るんじゃもうとてもやっていけないと、話のは聞いとったけど、これほどひどいもと思わなかったということで、非常に不安を感じたんです。とにかく非常に不安を感じながら、もう乗ったことは事実です。もう怖かったです、本当に。でいろいろなしっかり改造要求のが出されたわけですか。それは加藤部隊長はやはりもう夜も寝ないで検挙されましてですね、それで改良する点は改良して、そして、ともかくこれは操作を上手に使わないかと、急激な操作をやるともう分解するということで、なんとかこれでやらないかんと、もう与えられた兵器ですから、もう文句言うよりかこれは使うことを前提にされいかんということが、まず第一だったわけですね。で、福生の飛行場へ行ってみましたところが、朝早くからその一式戦闘機がものすごい速度で、この錦艦船ですか、これとこう駆逐戦やったんですね、ものすごい速度で、あれ誰だっていうわけです、そしたらそれが加藤部隊長。あ、そうですか。それで私どもはこの加藤部隊長がやられた行動を見ながらですね、あれなら、あのくらいだしてまた大丈夫だということで、おからびっくりで、私どもやっとったわけなんです。私ども一番最初12月8日の日に、マレー半島を攻撃したわけなんです、そしてちょうどあの付近は天候が悪くてですね、もうこう船体バラバラになっちゃったわけですね。で、私の中隊だけこのペナントの方へ飛んでおりましたところが、一機ブレンハイムが飛んでるわけなんです。それで見つけたっていうことでですね、そして連続攻撃かけたわけですね。ところがどういうわけか、そのポーッと撃ちましてね、命中して、黄色い粉みたいなのがパラ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 こう砕けて飛ぶんですけど、落ちないんですね。で、最後にはもうビブがなくなりましてね、そして真っ逆さまに落ちたわけです。で、それで下見たら飛行機が大型機が5機ばかりありました。それに銃撃をして、もしてでも帰ってきたっていうのが、この一番最初の戦闘だったんですが、それでもやはり火力がそういうことで貧弱なもんですから、撃てないと落ちないんですね。大変爆撃攻撃からちょっと骨が折れそうということを書いたんですね。最初もうこの格闘戦闘に入ってきますとですね、やっぱりお祓いも優秀なんですね。それからまずびっくりしたことはですね、その敵がこう逃げますね、それ追っかけていきますと、そのノンハンで活躍した97戦はですね、こう客も出ておりますし、こう速度が出るにつれてこう振動が出ましてね、照準が定まらないし、敵のハリケーンとかバンハルンでもずっと置かれちゃうんですね。ところがハヤブサはもうその突っ込み速度が出るんです。全然気がつかなかったんです。それで敵を徹底的に追い詰めることができたわけですね。これ意外な性能が出たわけです。中に戦闘中に空中分解したり、その犠牲はありましたけれども、これはもうどうしてももともと貧弱な飛行機ですから、これはどちらかというとこう
病弱の美人みたいな感じです。非常にスマートな飛行機でですね、華奢な感じ、上手に使ってはないか。ここ2型になりますと、もう火力はもう機関砲2丁と、それから翼端も若干こう切りまして、そして強度を強くして、で馬力も出とると、速度もよけ出るということで、非常にこの何ていうんですか、もう安心して乗れる飛行機になったわけですね。もういわゆるもう名機になったわけです。ところがいかんせん、その進撃攻撃作戦の時は良かったんですけど、その頃はもう受け身になりまして、防御の防空戦闘ということになります。そうするとまだ火力が足らない、それから爆撃を攻撃するために十分な速度がないということで、はやぶさはもう落地をたどったわけです。アメリカ軍っていうのはもうこう一旦攻撃を変えてきますとね、反復攻撃来るわけですね。私の夜間その前の日なんかも4回敵が攻撃してるわけで、4回とも上上がりましてね、で攻撃したんですけど、もう一睡もできなかったわけです。で翌日、まあ今日は朝から寝ようかと思っていましたところが、その情報が入りまして、秋葉部上空を船舶連合88機南下中ってわけですね。私の方は飛行機12機しかありませんし、何しろ強力なカムを持ってるものですから、寄付つけないんですね。私ももう迷いながらですね、何とかしてやっつけたらどうで、どん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 ついていったわけです。そしてそのインド洋に出ましたところが、敵がどうしたのかバラバラになっちゃったんですね、油断して。この時とばかりにその前方へずーっと海の上出ていったわけです。そして反転しましてね、油断しとる敵にこの前下方から翼の付け根に向かって7撃ばかり加えていったわけです。7回。そしたところ向こう油断してる、全然撃ってきませんしね。それで7機のうちに2機落ちまして。そしてあとの5機がこう遅れたままこう編隊を組んで、あとのものはずーっともう見えないところまで行ってるわけです。でその5機をまたやっつけようと思いまして、そば寄ったところが、もうはるか前方を見ると、また編隊を組み直しましてね、その助けに帰ってきるわけです。それに私も、あら、アメリカの爆撃機というのは大したもんだと思って下手に感心しておりましたところが、もうそして全然敵の戦闘機も来ないだろうっていう、まあ油断があったわけですね。その油断を突かれて後ろからボーンってやられまして、これで何かは右足をもうかしろ棒か何かで叩かれたような感じがしましたんで、ふっとつまんでみましたら、右足の膝から10センチぐらいにしたところが吹っ飛んでないんですもん。やられたと思いましてね。それからどういうふうなことですか、その日頃の癖があるもんですから、もう飛ばされたら足の方で右旋回してるんですね。踏んで、それで踏んでたんですか。踏み取るんです、どういうわけか。これから今度もう一回何か攻撃をかけてきたような気がしたんですけど、わからないんですね。座席の中はもう真っ黒な油がいっぱい溜まっておりますしね、顔はもう鳥肌立ってるわけです。そこで明部隊長の奥さんがくださったこの藤切りのマフラー、これを取ってすぐにここ縛りまして、でも止血しましてね、病院なるラングーンまで帰らないかなということで、ラングーンまで帰ってきたわけです。それでラングーンに着陸なんとかできたんですけど、飛行機がもう弾がものすごく当たってましてね、P51 の13ミリの機関砲が当たってるもんですから、もうフラップを開かないし、脚だけなんとか出たんです。それで着陸して止まったところで気を失いましてね、